にちは、シンガーソングライターのしゅんちです。今日はですね、誰でも弾けるピアノシリーズ Am 行ってみたいと思います。 Am というとラドミを弾けば Am になります。ラとドとミですね。まあ、よく言うその Am コード、こうバラードとかに使われるこの感じなんですけど、これ Am です、ね、で、今日もですね、誰でも弾けるということで、この雰囲気を出すには左手ボトム低音をラを弾いていればいいんですね、ドレミファソラのラですね。このラを弾いてさえいれば、この発見、白いところ。まあ、どこ弾いても、バラドっぽくなるというか、こういう感じになります。で、左手でラとドとミ、ラとミでもうマイナーコード、Am を弾いちゃえば、もうそこに乗っかって。このドラえもん的なメロディーすら、ちょっと悲しい感じになります。バラドを弾きたいなと思ったら、まず Am を弾いてみてください。それで、この Am Am どこを弾いても Am なんですけれども、ではですね、ドレミファソラシドドシラソファミレドの動きを基本にしながら、僕はまあ適当に弾いています。でもそんなにこう不協和音になったり濁ったりはしません。でよくこう隣り合わせの音というか、こうまあいろんなその音を重複して弾くというか、その正しい組み合わせと正しくない組み合わせはあるのかっていう質問を受けるんですけれども、基本的にこの手法で弾いてる間は正しくない組み合わせっていうのはなくて、っていうのは結局どんな音でもそのなんかコード名はつくんですよね。これも一見この音だけ見れば隣り合わせでミとファを弾いてますけど、不協和音、調和はしないんですね。外、ファと、ごめんなさい、ミとファじゃなくて、ファとソですね。まあ、ミとファでもいいんですけど、ミとファなんか全然調和しないですよね。踏切の音みたいな。踏切の音だ、これ。でも不協和音っていうのはその後調和をしたがるんですよね。調和に向かってるんですよね。だからこの音を弾いた後にその1個指を開いてあげると調和する。だからこの音は調和に向かう前の音ということで必要な音なんですね。基本的にどれを押したから間違いっていうその恐れる音がない、白いところを押してる限りはですね、手でドラえもんのようにグーで押したとしても、おそらくその後普通に弾けばそれは一つの演出として成り立つ。まあそんな感じで自由に思いながら弾いてもらえたらと思います。基本的に
誰でも弾けるピアノを目指しているので、まあ、楽しく自分が納得する音が出せればいいと思います。この右手の動きは本当に僕は適当にやってますけれども、何でも何でもいいですし、まああとはその音楽になるかならないかっていうのはリズムっていう概念も当然入ってはくるんですけれども、 F 分の1揺らぎ的に考えればまあそれも別段そんなに重要な問題じゃないですね。まあ、自分でこう気持ちいいなって音を探して弾いてもらえれば、とにかくボトムがラドミを弾いていれば Am の世界が弾けます。要するに悲しい気分の時になんとなく悲しいピアノ弾きたいなって思ったら Am を弾けば悲しいピアノが弾けます。で、前回 C をやりましたけど、もう一番基本な、まあ、ドミソですね。これは明るい雰囲気になりますよね。この全く同じこと弾いていても、このドミソのベース、ボトムベースで鳴るこの右手の音の雰囲気とラドミのベースで鳴るベース、それだけで変わるんですよね。全く同じことをしていても、まあ、それが一つのピアノのそのなんていうんですかね、手法というか、同じモチーフをコードをバックコードを変えることで違うように聞こえさせれるという。だからまあ今回 Am やりましたので、まあ C と Am をまあその得得したということで、もう一個コードをもし分かれば、まあそれで3コードで曲が作れていく。もちろんワンコードでも曲っていうのは成り立つと思うんですけれども、まあ、そのように発展していけばいいと思いますけれど、今日はまあ Am ということで、マイナーな気分のマイナーな曲を弾けるコードは Am です。で、それを弾くためにはどうすればいいかっていうと、ボトムが A、ラ、これラミラと弾きました。ここオクターブで、ラをオクターブで弾いてます。で、まあこの真ん中の音っていうのはね、そんなに気にしなくてよくて、ラとラを弾いてさえいれば、まあ、一番下の音がラでさえあればもう Am になります。 Am の雰囲気になります。要するに一番ベースが何になってるかっていうのがその曲のその調になります。だから波長調とか、アーニーホヘイトイドレミファソラ、イかラっていいなのか、イ単調、イ単調になります。異端児の音楽を作りたいときは異端調を使えばいいかもしれないですね。これをやっているのはですね、ピアノが難しいんじゃないかとか、ピアノって難しいですよねって言われるので、確かに特定の曲をハイレベルで再現するのはめちゃくちゃ難しいです。音が決まっているので。でも自分なりに自分をこう楽しませるピアノを弾く、要するにピアノと馴染むとか、ピアノにそれなりの音を鳴らせるのはそんなに難しくない、むしろ簡単です。押せさえすれば音が出るので、まあ、そういうことをこうちょっと表現していこうというシリーズなんですけれども、で前回 C をやりましたけど、ドミソ、これは実はメジャーとマイナー、要するに陰と陽っていうのがある中ではメジャーなんですよね、 C っていうのは。で A っていうのはマイナーなんですよね、陰なんですね。なんでメジャーとマイナーっていうのがあるかっていうと、まあこの世に陰と陽があるからピアノにもメジャーとマイナーがあるんですけど、
じゃあ C のマイナーはないのかっていうと C のマイナーもあります。これ C のメジャーですけど、これが C のマイナーです。これが C のメジャー、これ C のマイナー。じゃあメジャーとマイナーはどうやったらマイナーになるんだっていうと、この単純に音で言うとドミソの真ん中の音、ミの音を半音下げる、ミの音が半音下がるとマイナーになります。だからラドミっていうのはこれマイナーですよね。ってことはメジャーにしたいと思ったら真ん中の音を半音上げればいいんですね。そうすればこれ A のメジャーになります。A のメジャー、さっき A マイナーってすごいバラード、暗い音楽、悲しい音楽になりましたけど、 A のメジャーになるとこんなにも明るい雰囲気になります。僕の思うのはだからマイナーが暗ければ暗いほどメジャーは明るく感じますね。まあここは相対性理論だと思うんですけど、ある意味で C はメジャーがやっぱり明るいのでマイナーになるとちょっとドーンとどんよりしますね。一気にどんよりしますね。まあなのでドラえもんでいくとわかりやすいので、まあ例えばこんなフレーズがあったとして、最後がこんな風になるとちょっとどこでも行けないドアみたいになるというか、全然その顛末が違ってきます。このマイナーっていうのはだからそういう効果があるというか、このマイナーとメジャーの世界がまず大きく2つあって、まあ、それによって音楽っていうのは成り立っていると。だから不協和音っていうのはまたマイナーとは別であって、これはまた別の話になりますけど、マイナーからこうメジャーに戻った時にの解決した感じ、解決音というか、やっぱりこのマイナーっていうのは一つのスパイスというか、そういうスパイスとして使えるものですね。だから A マイナーっていうのは、まあ、この A の真ん中の音がやっぱり半音落ちててこう A マイナーになるんですよね。逆に難しくなったのかもしれないですけど、まあ言ってることは難しく言うことはできるんですけど、実際やってみれば簡単でまあラドミを弾けば白いところどこ弾いてもとにかくマイナー調になります。その A の場合は要するにメジャーが黒いとこ入るんですね。黒いとことか白いとこっていう言い方しますけど、なのでまあ白いところばっかりで表現しようとするとマイナーになるんですね。この白と黒の世界っていうのはピアノにあるんですけれども、これは何でしょうね、やっぱ平均率とかそういうピアノという楽器を作るときに、まあとにかく白いところだけで調和するように作ってあるんでしょうね。でそれで足りなかった音を黒で、まあ、作ったんだと思うんですけど、ちなみにこの白、例えば A でもそうだし C の時でも黒いとこ弾くと思いっきり不協和音になります。これが多分ピアノを恐れる一つの要因というかあ、こんななんか変な不協和なもの弾いちゃったっていう部分なんですけど、これ例えばベースがドレミファソラシの C を弾いたとします。そうするとこの黒いところどこ弾いてもこんなに調和するんです。だから黒いところを弾、まあ、ごめんなさい、黒いところっても黒鍵と言いましょうか、黒鍵を、黒鍵がその不協和音の元凶ではなくて、どういうベースで鳴ってるかによってその音の要素が変わるというか、
これもだから相対性理論なんですけど、 B というベースの上になる黒鍵はめちゃくちゃ調和するんです。こんなに綺麗になります。全部黒どこ弾いてもです。だから、まあ、C の音をベースで弾いてさえいれば黒いところはこんなに綺麗になる。でもベースが C に変わった途端に不協和音になるんです。だから大事なのはベースが何が鳴っているかっていうことと、それがその曲の調を作っているので、でその曲の調に合う右手さえ弾いていれば誰でもピアノを弾けるってことです。そんなに考えなくても、僕は今一切考えてないので、まあ誰でも弾けるピアノということで、なんか今日長くなっちゃった。まあいいです。毎回台本なしでやってるんで、まあ、もうちょっと15分ぐらいにまとめたかったんですけれども。ということで今日はこのラの A マイナーをやってみました。でいつもこの間例題曲っていうか、こんな風にできますっていう、まあそれも適当なんですけれども。今日もその A マイナーの、まあ、例曲みたいなのを弾いてお別れしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。でした。いかがだったでしょうか。いや誰でも弾けるピアノを目指して、次はですね、まあ、D ドレミファソラシドのレを行ってみたいと思います。この右手の感じっていうのは本当にまた基本的にはこのドレミファソラシドですね。ドレこれを、まあ、組み合わせて弾けば大体どこでもやっていける、アドリブっぽく弾ける、こう降りていくのと上がっていくのと、降りていくのと上がっていくのと、そうですね、あとその場でこうとどまったり、そういうバリエーションを、まあ、身につけていけば楽しめていくと思います。まあいろいろぼちぼちやっていけたらと思います。今日は長くなった20分コースまあ20分でもいいのかもしれないですけどね。ということでご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。シンガーソングライターしゅんちでした。バイバーイ。あ、切らないと自分で。